お疲れ様です。明石屋根工二です。今回は茅吹氏の年収についてお話しします。まず結論から言います。現在100万円以下から600万円前後と考えられます。なぜばらつきがあるのか解説します。まず一番大切なことを言います。茅吹氏は兼業の仕事です。茅吹氏はもともと農業と兼業の職業でした。 今の言い方をすれば副業です。農管期の農業のお休みの時期の収入源でしたえ。かやぶき市だけで生計を立てることそのものが昔から難しかったことが推測できます。なぜ難しかったのか。収入が天気に左右されます。え雨や雪など天候が悪いと仕事ができません。日当がもらえません。また工事できる物件が増えなくなった。えー、なくなっていった。 ここら辺が一つの要因かと思われます。他の動画でお話もするんですが、建築基準法第22条。今回は簡単に言いますが、この規制によって貝吹き屋根は新築、移築ができなくなりました。代わりに鉄板吹きや瓦吹きが増えていきました。 かやぶきしかできない人はかやぶき市をやめて他の仕事しますよね。電車車を使えば遠くへ出稼ぎ可能ですし、トラクターコンバインの登場で農業も効率が上がり収益も増えます。当時はね、えかやぶき屋根とかやぶき市の減少は生活が豊かになるにつれ加速したように思います。話を現在に戻します。え現在は副業ありきで話をするのが当然と思ってますので、そのつもりで聞いてください。 現在明石屋根工事で労働するスタッフは全員副業です、えー、他に本職を持っております、えー、週に1日出勤の人2ヶ月に1日出勤の人などその勤務状態や本職の種類など様々です、えー、そのため下は100万円以下から上は一体どれぐらいになるのか正直なところその人がどれぐらいの収入を得ているかは確認はできません 今は副業も選択肢が増えました。特にコロナショックでネットを使った仕事の種類は目立つようになりました。今後は蚊や吹き師のみで生計を立てたければ、特殊なレベルの技術がない限り、海外で活動した方がより飛躍できると考えます。日本では規制で物件は増えず、コロナショックで今後の仕事は激減することが考えられます。 かやぶき氏を続けたけたれば副業は絶対条件になると考えています、えー、今回のまとめです。えー、かやぶき氏の年収は少なければパートの数十万円くらいである。あるいはサラリーマンぐらいを稼ぐ方はおられるかもしれません。えー、高収入のかやぶき氏は他に稼ぐ手段を持っています。えー、これからの時代は、えー、自分の働き方や人生設計をよく考えて行動しましょう。 ま、年収600万あるからといって必ずしも生活に余裕があるかは疑問です。今は本当にそうなんです。明日仕事がなくなるっていうことも十分に考えられる時代になったからです。今回はこんなところです。ご視聴ありがとうございました。アカシアネでした。